川地俊明は、日本の武士。郷は、敬祭。文後北大館所の役人の息子に生まれ、御家人出身ながら、環状吟味役、佐渡奉行、小普請奉行、大阪町奉行、環状奉行などの養殖を歴任した。和歌にも造形が深く、島根のこと農業などの歌集も残している。共和元年4月25日、文後国北に、北大館所属り。 内藤吉兵衛都市の長男として生まれた。陽名は八義。母は北大官所鉄家の高橋誠氏の娘。弟に井上清次期、母方の重邸に江戸幕府最後の最国軍隊である久保田沈下地がいる。根津伊勢地、長峰屋吉もいとこにあたる。文化五年、父、吉兵衛は江戸に出て御家人株を入手し、幕府と歩組に編入された。 文化九年、八吉は十二歳で小伏神組の河地、三歳門の光棒の養子となる。翌年元服して、八吉から満腹と名乗り、小伏神組に入る。文化十四年、環状奉行所の下級臨主格試験である、筆算吟味に休大。文政元年に環状奉行所、支配環状出役という下級ばくりに採用され、支配環状を経て五環状に昇進。 旗本となる。その後、自社奉行銀味物懲役として、自社奉行所に出向。この時戦国騒動を裁断しており、この一件によって、環状銀味役に昇格した。その後、佐渡奉行を経て、老中、水野忠国時代の小不信奉行、不信奉行として、改革に参与した。また、環状銀味役の職務の関係で、西洋諸国の動向に関心を持つようになり、 当時の海外事情や西洋の技術などにもある程度通じていた。なお江川英龍や渡辺火山らとともに少子会に参加し、天保十年の晩社の極に危うく連座しかけたという通説があるが、川路や江川は少子会に参加しておらず、また晩社の極は少子会を標的としたものではないため、川路が晩社の極に連座する可能性はなかったとする説もある。 水野忠国が、天保の改革で挫折して失脚した後、並ぶ行に左遷されている。開営2年、神武五良校を表した。執筆動機は、三三在、丸山、塚山の三節が定立する中、元織の利長が、古事記伝において水仙塚古墳を、神武良としたことへの批判だ述べている。また、民生にも尽くした。乱伐によりハゲ山になっていた多門山城跡に、 約五十万本を植樹し、佐保川には今日、川地桜と呼ばれる桜の木を植えた。博地を厳しく取り締まるとともに、貧民救済に取り組んだ。このため、五泣き百笑いの奉行としたあれた。奈良奉行時代の日記、値イ記事学内庁と所要文庫に残る。その後、大阪東町奉行を経て、嘉永五年、九字方勘定奉行に就任。 カロが200票から500国の治行取りに加用された。翌火 A6 年、安倍正宏に海岸防御御用係に任じられ、黒船来航に最終開国を唱える。また同年、長崎に来航したロシア施設エフムプチャーチンとの交渉を、大目付閣や槍部業の筒井正則、環状銀味役、村垣則正、下田部業、伊沢正義、受者。 小賀金一郎と共に担当し、安政元年に下田で日露は新条約に調印。その際ロシア側は川地の人柄に大変見せられたという。安政五年には堀田正都氏に同行して上落、朝廷に日米修好通商条約の承認を得ようとするが、失敗、江戸へ戻った。井伊直おが大老に就任すると、 一橋派の排除に伴い西丸留守居役に左遷され、さらに翌年の8月27日にはその役も罷免されて隠居さ控えを命じられる。文久3年に環状武用閣外国武行に復帰するも外国武行とは名ばかりで一橋義信関係の御用劇のような役回りに不満があったようで、病気を理由としてわずか4ヶ月で役を辞する。引退後は、 中部による阪神不遂や弟の井上清史家の死など不幸が続いた。慶応4年、滑腹の上ピストルで喉を撃ち抜いて自殺した。去年68。母親戦争が始まっており、期日の3月15日は新政府軍による江戸上層攻撃の予定日であった。勝海舟と新政府側の西郷隆盛の会談で、無欠の江戸会場が決定したことを知らず、病苦が、 戦の足でまといになることを恐れて自決したとも、江戸会場の方を聞き、滅びゆく幕府に準じたとも言われている。ピストルを用いたのは、半身不遂のために刀ではうまく死ねないと判断、したからではないかと言われる。天神神に背くもよかり、わらび積み上に死人の昔思えはという辞世の句を、残し、横に、徳川家普代の売信願民祭。 川路俊明と辞書している。小説家の山田風太郎はその著書、人間臨終図鑑において、次のような言葉を記す。彼は養殖を歴任したとは言うものの、別に柏に劣したわけでもなく、かつ生涯柔軟解逆の性格を失わなかったのに、見事に幕府と武指導に準じたのである。徳川武の最後の花とも言うべき、誠実な死に方であった。 日付イコール旧歴ならしのサホ川に残る川地桜、ありがとうございます。